唐突ですが PC オーディオを楽しんでいる皆さんにお伺いします。 USB ケーブルにはいくらまで出せますか？こんにちは、アンソニーです。オーディオの世界では電源ケーブルとかアナログケーブルとか各種ケーブル類を変えることで音が変わるっていうのは常識になってます。 USB ケーブルも同様で、ちょっと理解できないところもあるんですけれども、どうやら音は変わるらしいです。おかしな話ですよね。例えば1曲30メガバイトの楽曲データがあるとして、例えば A という USB ケーブルは30メガぴったり伝送するけれども、B という USB ケーブルは29メガしか伝送しないっていうんだったらまだわかるんですけれども、実際そんなことはないですよね。オカルトだなんだと言われることもあるんですけれども、基本的にはオーディオは何をやっても音が変わると思っておけばいいと思います。その時の自分の体調によっても音は変わりますし、例えば部屋の湿度とかによっても変わりますし、ただね、あんまり高い USB ケーブルを買うのはどうかなと思います。USB ケーブルがオーディオの世界に入ってきたのって、ほんのここ10年ぐらいのもんですよね。メーカーさんにとっては新たな商材が降って湧いたようなもんですから、あの手この手で売りつけようとしているように見えます。実際苦労して作ってるんだとは思うんですけれども、難しい説明を書いて、オーディオ用 USB ケーブル5万円とか、ハイエンド USB ケーブル10万円とか、とてもね、正気の沙汰とは思いません。貧乏人のひがみなんですけどね。ということで、冒頭の話で言うと、私は USB ケーブルに出せるお金としては、5000円ぐらいかなと。マックス1万円ですね。で、それが私の金銭感覚です。それでも、オーディオやらない人にとってはね、かなり馬鹿げた金額ではあるんですけど。さて、本題です。5000円から1万円ぐらいなら OK とは言いましたけれども、それより安いに越したことはないですよね。ということで、またプロケーブルさんで購入しました。これはユニブレインというメーカーから出しているもので、この端子も含めて長さが20センチという非常に短いケーブルです。お値段は2400円でした。プロケーブルではベルデンとかモガミとか、そういったプロ用のアナログケーブルであれば何メートル何十メートル引いても大丈夫。ただし USB ケーブルに限っては短ければ短いほどいいと言っています。詳しくはホームページなどをご覧ください。これ実際ね、端子を含めて20センチという非常に短いケーブルですから、少し取り回しが厳しいんですけどね。これで結果が良ければメインのシステムにも使ってみたいと思います。ではやってみたいと思います。今まで使っていた USB ケーブルはオーディオ用でも何でもなくって、何かの付属品かなんかで付いてたようなやつです。それをこのユニブレインの USB ケーブルに変えて音が変わるのかどうか、それを実感できるのかどうか、実験です。波を蹴散らし Fly away to
いかがでしたでしょうか。一応ね、私もこうやってヘッドフォンで録音したやつを聞いてみたんですけれども、まあ、感想を一言で言うと、違いのわかる男になりたいっていうところですかね。もう恥ずかしながらほとんどね、わかんなかったです。まあ、劇的な変化っていうのはなくって、まあ、あえて言うとっていうレベルなんですけれども、音が、こう、しっとり、滑らかに、シルキーになったかなっていうぐらいですね。まあ、私の耳ではそれぐらいです。で、以前にですね、この動画ですね、ラパイのアンプと比べた時の動画でも私ペラペラ喋ってるんですけれども、まあ、本当当てにならないんで、下のコメント欄にね、まあ、以前の動画のコメント欄に、結構オーディオ経験豊富な方の有益なコメントがありますから、そういったものも読んでいただいて、まあ、私の感想とも比べていただいて、そしてご自分の耳とも比べてみて、考えてもらったらいいかなと思います。まあ、今回は USB ケーブル約2400円の出費で、まあ、別に悪くなった感じはしないので、まあいいかなというところです。また今後もですね、なんかこういう比較をするような動画を上げていきたいと思います。で、最後に皆さんにお聞きしたかったのが、5000円から1万円ぐらいの USB ケーブルで、これは大きな効果があったよと、絶対誰にでも勧められるっていうものがもしあれば、ぜひコメント欄にも書いておいてください。よろしくお願いいたします。それでは。